もの場所で待ち合わせよ。僕のワゴンで岬へ行こう。春まで何日かかるんだろう。きっと君も退屈すぎて仕方ないだろう。よっしゃ。よし、おはようございます。いやー、今朝早起きだったので眠くて昼寝してしまいました。って言ってもまだ10時なんですけどね。で、今日はですね、ちょっと今朝川の近くにいた釣り人の人に、まあ、この辺ニジマスどうなんですかって聞いてみたところ、その人もですね、16回17回ぐらい行って4回しか釣れたことがないって言ってたんですよ。で、最近雨が降らなくて水温が上がってたり、やっぱ透明すぎちゃって水がすごい釣れにくいらしくて、この状況でその上手い人でもそれしか釣れないっていうことになると、僕が釣れるわけがないなって思ったので、ヤマメをですね、上流の方に行って餌釣りで狙おうかなって思うので、今から釣り具屋に行って餌と、まあ針ですねを買って、餌釣りでヤマメを狙ってみようかと思います。でも、それでダメだったら、ナヨロの釣りは諦めようかなって思いますすみません。じゃあ釣り具屋に行こうと思います。釣り具屋さんに着きました。餌を買っていきたいと思います。これは、あー、はいはいはい。よし、じゃあさっき買ってきたブドウムシでやってみたいと思います。餌釣り久しぶりだな。さあ、頼むぞ。お、ちついた。お、ちついた。お、沈んだ。お、来た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 。うわー、これウグイかな、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 なんだろうな、ヤマメなのかウグイなのか。わあ、大きいウグイだおい大きいウグイだじゃないよ。一度挑戦です。今度こそヤマメを釣ります。しょっ、いけ。あの辺浅いんじゃないのかな。キツネがたくさんいますね、北海道は。やっぱりすげえガッツリ鹿いるわ。うわー、なんかもののけ姫みたい。こっち向いてる。でで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 、川をたどってきたら海にたどり着いてしまいました。漁港に着きました。あー、ゲームみたい。なんとこれが、うわ、めっちゃ手白くなったオホーツク海ですよ。これが初めて眺めました、オホーツク海を。釣り具屋さんがあるので、ちょっとこの辺の釣りの情報を聞きたいですね。ちょっと行ってきたいと思いまーす。
はい、じゃあ釣り具屋さんに行っていろんな話を聞いてきました。この辺はカラフトマスっていう大きな鮭みたいなやつが最近釣れ始めてるみたいで、それを釣るためにルアーも買ってきました。これなんだ、オホーツクタワー、すごいな。なんかこの辺は多分ここが釣り人で毎朝いっぱいになるところですね。ちょっと見てきますか。がっつりここに群れがいますね。これカラフトマスか。クソでかいもん。道の駅オホーツク紋別に着きました。今日はここで車中泊します。おはようございます。時刻は5時20分です。今ですね、これからカラフトマスをどんな調子なのかちょっと見てこようと思うんですけど、僕もせっかくなんでちょっとルアーを投げてみたいと思います。やっぱ堤防はですね、すごく人がたくさん並んでますね。砂浜側も人がすごいいますね。今日はもう終わりたいと思います。今日は様子見なのでそんなにやるつもりもなかったので、人も多いですしね。お腹空いたので戻りたいと思います。お腹空いたか、お前。シーチキンやるか。ちょっと待っとけよ。はい。俺ももらいもんだけどな。痩せてるな。じゃあ今温泉入ってきました。気持ちかった。でこれからですね、僕漁師さんの写真を撮りたくて、で特にホタテ漁をしている漁師さんの写真が撮りたいんですよ。なのでちょっとそれを狙って今漁港に行ってですね、明日の朝の漁から帰ってくるとことか、なんかそういう情報をちょっと聞けたらなと思うので、今からちょっと漁港の方に行ってみたいと思います。あ、こんにちは。また来ちゃいました。なんか僕そう、あの写真を撮って日本一周してるんですけど、はい、いろいろ、はい、せっかくこの辺来てホタテの漁とかしてる漁師さんの写真撮りたいなって思って、なんか釣り具屋さん知らないかなと思って、うん、ホタテの漁とか。いや、それはホタテ漁師はお客さんでもいるし。あ、本当ですか。でも若いのばっかりよ。あ、そうなの。20、30代ばっかり。まあ釣り屋に来るぐらいだから、年配っていうよりは若い人が多いし、はい、もちろん船行けばあの年配の方々いっぱいいるから。っていうか、まだ5時半なんだよな。ね、6時半頃に俺の友達のケガニ漁師が来るけど。あ、本当ですか。うん、だから話は聞けると思うよ。そいつならホタテは今どうだとか分かると思うんだけどな。そうなん。今ならもう ここで待ってるなら、待ってようかな。別に構わんよ。待って、何今。あんた10位は焼けます。もう焼けちゃうこれ、手温まってないから。10位はないから、まだこれしかない。早いって10位言わない。暑い。下打ちいきますね。はい、すいません。うーん、これはの下ではないけど、私の上のところでこうカメラを振って、そうだよ。え、こう、紅葉丸。そう。
うわ、すげえ。なんかこういう。こういうバンド入ってる船がカニ取る船だよって北海道で来ます。へえ。かっこよ。船の下に初めて入った気がする。ああ、そうか。こうやってなんで青の空気に釣れたら、ここにさ、いろんな牡蠣とかさ、はい、あと草ついちゃうから、これを取らない、つかないためにこういう薬入ったために。へえ。で、これはゲルコートって、これツルツルしてるでしょ、はい、これは水弾くためにこうやって。ここまで大体水に浸ってるから、いつもいつも。おー。うん、お疲れ様でーす。では今日はですね、釣り具屋の伊藤さんのお家で泊めさせていただくことになりました。ありがとうございます。焼肉までですね、伊藤さんのここの同級生の方におごっていただきまして、もうすごく幸せです。ありがとうございます。明日はですね、朝から釣りをする予定なので、すごく楽しみでございます。で、今日の出費と残金はこちらです。はい。いや、嬉しい。ぐっすり眠りたいと思います。今日もすごくいい一日でした。ありがとうございました。幸せは僕の心の奥、大事な君と